い、どうも、ウッドです。今回はですね、ただいまとても深刻な状況となってしまいました。こちらを見てください。山田さんの誕生日の動画でアナルを顔面にすりつけるっていう遊びをしてたんですよ。そしたら違反警告をもらって1週間動画投稿ができなくなったということで、山田ハウスのチャンネルがバカですね。まあ冷静に考えたら、顔面アナルにすりつけられた上に YouTuber アカウント消えるってもう最悪なことですけど、まあ彼らね、このこと知らないんで、今から伝えに行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。大事な話がありまして、ちょっとこっちに来てくれるかな。こちら見てくださいよ。違反警告日。どういうことですか？一週間動画投稿ができなくなりました。一週間夢見とるよ。いや、本当ですよ。ドッキリじゃないですよ。ライブ配信やろうとしてみてください。現在ライブを行うことができません。何もできんなんでそんなことになってんですか？なんでそんなことになってんですか？なんでそんなことになってんの？アナルスタンプをしたからです。でもあなたが一番アナルスタンプ楽しんでましたよ。責任取れるの？山田。はい、取れます。どうやって取るんや？え？はい。韓国の造形出しとる。申し訳ねえ、本当に。ハーフやった。一週間何もできんのじゃん。何もできん。作戦会議しましょうよ。殿、悲惨なことになりましたで。おう、なお申せ。私、中国の肉奴隷、ヤマと申します。何が肉奴隷じゃん。もし次、同じことを運営に言われたらどうなるんですか？赤バンされます。赤バン。殴り込んでやろうかな。アイロンマンや。まあ、ちょっとさすがにバンされます。どんだけペナルティ食らったかと言ってね、リアルをお届けするのが僕たちの、何ですか？生き様ダサ。遅かれ早かれ。絶対バンされるのは間違いない。ので、バンされた時用のチャンネルを作っときましょう。なるほど、なるほど。そしたらバンされても、そっちのチャンネルいけるし、バンされんかったらサブチャンネルとして運用しましょう。はい。頭いいね。ね、頭いいな。ということで、今回ね、こちらを持ってきました。サブチャンネルの候補を一人ずつ出していきましょう。名前の候補ですか？はい。今16万人いるんですけど、16万人が必ずね、そのまま移動するっていうのはありえないので、この名前次第では運命の分かれ道になるかもしれませんね。じゃあいいですか？はい。サブチャンネルの名前候補こちらです。ダダン、山田バギナ王国、佐保学園、太田ランド。迷うなあ、待て、何が迷うやん。何やねん、山田バギナ王国って。これインパクトあるやろ。佐保学園はいいじゃないですか。ダメに決まっとろうが。学生しかそういうの見ないから、幅広く見たいから。じゃあ太田ランド。太田ランド、何やそれ。ララランドみたいな。考え直してください。ちょっと次私が考えるってことですか？はい。もともと山田ハウス自体もね、僕のチャンネルが消えた時用に作ってたチャンネルだったんですけど、いつの間にか立場が逆転してしまいましたね。できました。あ、結構いいんじゃないかな。お、僕の候補はこちらですね。アナルスタンプ王国、アニマナ三昧、サフォハウス。待て待て待て、アナルスタンプ王国ゲイしか見らんよこれ。マリファナ三昧、マリファナ三昧、何かがない。これはもう犯罪ですから。そうですよ。サホハウス。これが第一候補なんじゃないか。なんで山田ハウスからサホハウスに改名したんですか？ゆくゆくは本チャンネルの方もこっちの方になっていきますよ。僕が主役となります。今度からサホハウスにしますんで。明智光秀タイプの人間やろお前。これもう負の遺産になっちゃいましたね。できました。新しい名前がこちら。ロリロリパラダイスチャンネル発録で100万円リアル山田ハウス。発録発録くさ。理解しろ。ロリをターゲットにするんですか？はい、そうです。こちらはもっとね、チャンネル登録者を増やしたいっていうことで。金で釣る。そういう名前のやつ、百発百中で詐欺やから。変な URL 踏ませてくんで。これにして URL いっぱいお配りするっていう感じですよね。そうですね。チャンネル消えたけどうでもよくなってるやん人生。リアル山田ハウス。これはないですよ。よくそんなダサいの思いつきましたね。お前が物語の中心に立つな。顧問の先生おった。先生はもうおならします。どういうこと？じゃあこの9個の中から小林さんに決めてもらいましょう。なるほど。ということで報告動画を撮って1週間動画投稿できませんよっていうのを伝えないといけないんで。あ、はい。スーツでやりましょうか。スーツ持ってる？はい、持ってます。持ってる？持ってないですよ。でしょうね。就活したことないので。あ、じゃあ私の父ちゃんのやつを渡すの。汚っ。パクってきた。はい。どうも。肩幅やばくない？ごつ。ビスケット売り場でーす。大丈夫ですか？脇が映るですけど。あ、大丈夫大丈夫。カレー臭すごいけん。お前の父ちゃん臭。臭。太田くん、僕の父ちゃんのスーツに米粒ひっつけたって言ってませんでした？あ、言ってた言ってた。多分そのスーツに隠れてます。あ、食ったっちゃうか。お前の父ちゃんもう死んだ方がいいやろ。お前が死んだ方がいいや。お前は真面目やけんな。警察官になれ。おい、ガチで言われたやつ。大学4年の春頃言われたやつ。遅っ。あのスーツとは着なくていいっすよ。コムドットさんっていう YouTuber がスーツ着てなかったんで謝罪の時。おかしくないですかそれ。僕はあんまり知らないですけど。ファンのことなんて言ってるんですかね。ホームレンジャーじゃない？もうめっちゃファイン。大切なご報告があります。せーの。大切なご報告があります。誠に申し訳ございません。誠に申し訳ございません。一礼。よし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 。なんか腑に落ちないな。悪いことしてないのにね。そうだよ、もう。悪いことしてないもん。小池の彼女おった。あ、結局サブチャンネルはリアル山田ハウスというダサい名前に決まっちゃったんですけど、これでチャンネル登録してくれたら嬉しいですね。3秒ぐらいで
できますからね。3秒くらいできることできない人間なんか何やってもできませんよ。おいしい。お前学校に行くことすらできんやろけ。この後夜動画投稿することもできないので、たまには全員でご飯でも行きますか。そうですね。切り替え、切り替え、強豪校。はい、ということで焼肉に来ました。元気出して。なんでそんな不機嫌な。うち一週間で元気やろけ。失った時に大切さに気づく。度が過ぎてしまったのかなと思って、やっぱりめちゃくちゃ反省してまーす。回してないよ。タイまで捕まったやつや。お前長くやろうや。チャンネル停止してないやつとは喋らん。俺は過去に赤番と収益停止食らってるから。あ、そうや。でもお前らたちやってバックにボスがおるから。関さんほんまビンビンやで。おめかさんおめ。最近はチンコの人になっておる。チンコバキって何をしますか兄貴。今後について。大丈夫。時を一週間早めればいいなさ。僕たち一週間企画してきたじゃないですか。まさか運営さんから特大なネタを持ってきてもらいましたね。一週間赤停止企画。いや、 YouTube 上もさ、俺たちが動画投稿してるおかげで広告が回っとるのにさ。そうよ。おこがましかなあいつら。なあ、あいつら。もうちょっと敬意はないの？俺らのおかげやったと。いや、自分ですね。僕は何も言ってません。この人です。全部言ったの。君のチャンネルやけん、ここにじゃあボロクソ言っとこ。俺もね、赤亡くなった時はお母さんの大切さに気づくくらいショック受けたからね。お母さん死んだ。あ、死んだ。こいつ俺の家族の不幸大好きやん。俺のお父さんのことどう思って。最高。対談してみたいね。刑務所おるから無理。お前の父ちゃんカスやな。刑務所にずっといるんですよね。いや今は知らんけどね。それに比べたら1週間なんて秒ですよ。俺たち3人で助けに行こうぜ父ちゃん。え、プリズンブレイク。お前俺の父ちゃんのために犯罪を犯せる。銀行強盗して自ら刑務所入る勇気ある。俺の父ちゃんのためにあるに決まってるわけ。お前江戸やったら死刑やで。大嘘の滞在人でお前死刑や。1週間停止食らっただけでも結構メンタルには来たやろ。あ、そうですね。リクルートちょっと入れとこうかなアプリで。こいつ仲間裏切るから一から頑張ろうっていう気ないや、うん、停止されてる中でも1週間生活してますからね。まあそうですよ。俺らは水面下で動き続き。ああ、コアボーや。一番人気ないフレーズや。誰も知らんフレーズ言ってきた。1週間後一発目の動画決めておりますからね。久々の投稿ということで最強の動画出したいと思うので、ね、何出すんですか。1時間アナルスタンプ耐久動画。一発前の1週間。こいつ5秒に1回くらい1週間つぶやいとんないよ。おめでとう。何がおめでとうじゃん。お前らみたいなやつは一回バンサイトでほうがいい。あの動画の芸人の掘ったのは山田よ。お前が誕生日とかくっけんぞ。いやでもアナルスタンプやろうって言い出したのは僕ですけどね。まあでもこれで分かりました。アナルだけは絶対に危ない。おちんちんより危ないかもしれません。それあるある。それある。運営絶対アナル好きやろ。運営がさ、アナル関連のことに興奮してしまうけんさ。これは性的なコンテンツだ。消すんちゃん。こんな時に笑うなよ。でもこういう時ってどうすればいいんだろう。笑えばいいと思うよ。板の友美みたいな唇しそうです。私気づいてしまいました。こちらアイスなんですけど、結局アイスと酒が一番合うんよ。きなこアイス。これにねレモンサワーを添いで、こんな感じでいただきます。あんま。皆さんこれ試してみてください。だいぶ試したやん。マジでうまいよ。なんか楽しそうね。 YouTube 運営さん、こっちもよう見てくれね。お家に帰ってきました。彼らはなんかしてますね。 YouTube 赤バンされてんのに編集してんの。1週間のうちに食べまくっときますから。1週間後毎日投稿。来週にはまた1週間分出来上がるくらいやからね。さっき報告動画出したじゃないですか。それの影響でサブチャンネルのチャンネル登録者数が2万人を突破しましたということで。やだー。そっちでも始めちゃおうか。まだ最初は収益化できんからどうしようかな。ちょっともったいないよね。こっちにもいました。何やってんの。今日抜くエロ動画探しておりました。あ、見れる見れる。エロ自分で抜いてる。チャンネル番祭でね、編集するやつ俺。一週間の執行猶予ですから、その後に、貯めて貯めて解放。オタクも、ちょっとだけ休みたいでしょ。ちょっとだけね。あ、ちょっとだけね。今すぐ休養にさせてあげるから。おーい。